はい、それでは今日の問題を解いていきたいと思います。今日は大学入試の問題で数列、特に無限級数の問題です。いわゆる N を無限大にしたときいくつに収束するかみたいなことを考える問題です。答えだけあればいいパターンの答え方と、途中の式、いわゆる少し証明的なものが入ってないといけないような2つのパターンで書いていきたいと思います。この数列をどんな式になるのかっていうのをちょっと書き表してみると、こんな風になります。ルートの中に2プラスまたルートが入って、その中に2プラスルートが入ってというふうに、ルート2がずっと入れ子になったような、こんなような式になります。それでは解いていきます。一つ目の解き方はすっごく雑に答えだけ求まればいいような場合です。まあ回答欄が答えをただ数字でポチって書き込むだけみたいなマークシート式とか、そんな時用の計算の仕方ですね。こんな風にして AN を N を無限大にしてやった時には2に収束するということがわかります。これはだいぶ適当な解き方なんで、少し中間の式、まあ証明までいかないですけど、きちんと中間の式を書いて、どうしてそこに収束するのかということをもうちょっときちんと論理的に展開するような答えも書いてみたいと思います。
こんな風にちょっと式を立てて両辺から引き算をしてあげます。まあ結局その1の解き方とやってることは同じなんですけれども、立て付けとしてちょっと式を整理するという感じで、こんな風に式を両辺を引き算をしてあげます。ここ α が2になるところは実は、その1の解き方と全く同じなんですけれども、ここの α は極限として定義した、ものではない α なので、まだこれが an が収束する値だというふうにははっきり言えません。この、2を使ってですね、先ほどの両辺を引き算した式を少し整理し直してあげます。ちょっと紙の右側が足りなくなってしまいましたね。この辺の計算はもう無限級数を使った数列の問題を解く人なら、まあ簡単に計算できるような、まあ分子の部分のルートを外してあげたいみたいな、そんなことをする、ちょっと僕も書き間違えましたけど、そんな風なことをしてあげます。実際 a の n プラス1マイナス2っていうのは2ルートの2プラス an プラス2分の an マイナス2、こんな風になります。an プラス1マイナス2が左辺にあって、右辺に an マイナス2があるので、なんとなく式がきれいに整理されています。この両辺の絶対値を考えます。どんな数よりも小さくなるかということを書いていくと、こんな風になります。これ順番にさらに a の n-1 が n-2 がということを繰り返していって、不等号を組み合わせていくと、ルート2プラス2の n 乗分の最後 a の 1-2 なので、ルート2-2、これ実際には絶対値をつけとかなきゃダメでしたけど、まあ、こんな風になっていきます。これが実際に n 無限大にしたら、分母の数が1よりも大きいので0に収束するということが分かります。そうすると絶対値なので0よりも大きくて、下側が0よりも大きくて、最大も0に収束するということが分かるので、an-2 が0に収束ということから、 an が2に収束するということが分かるという段取りです。ルート 2-2 は実際には 1.4-2 なのでマイナスになってますけど、まあちょっと絶対値の書き忘れってことで許してください。今日は無限級数の問題を解いてみたんですけど、後からナレーションをつけていると僕自身も少し書き間違いをしているところがあります。学生の皆さんはこういうところで書き間違いをすると減点になってしまうので気をつけてください。
チャンネル登録よろしくお願いします。また次回よろしくお願いします。